私たちのチームはパンデミックが起きても人々の心と体がつながれる社会を想像しました。未来もしコロナよりももっとすごい感染症が流行して孤独を感じる人物がいたらと想像しました。そこに複数人で動かせるサイバネティックアバターがあったらいろいろなコミュニケーションが生まれそうだと。マルチアバターというシステムです。複数人で協力して脳波や部位の動きなど得意な方法で一つのロボットを操作するというものです。このシステムでスポーツをやる仲間を募集してみよう。二度目の募集にホームラン。私は脳波でアバターを操作するのが得意だから観客を盛り上げよう。やりたいことで仲間を募れば世界中から参加したい人が誰でも思い思いの体を使って一緒に活動したり遊んだりできるようになっている。だから物理的な距離を超えた出会いや機会ができて密なコミュニケーションが取れて楽しめる。そしたらパンデミックが起きても孤独や寂しさを感じる人が今よりもずっと減るんじゃないかなと想像しました。パンデミックが引き起こす一番の問題は寂しさ。一緒になくても一緒にいれるような温かみを感じられる技術がとても重要。きっとこんな世の中にならなかったら、マルチアバターのシステムがなかったら僕たちは出会えなかった。テクノロジーの発展は人々の才を埋め、物理的な距離を超えた出会いや機会を提供し、世界を広げます。私は人が多いのが苦手で、シャイで緊張しやすいんですけど、中学校に入学した時にコロナ禍でなかなか友達ができなかった。ロボットとかサイバネティックアバターが私みたいな人の世界も広げてくれる。イベントとかに参加しづらい人でもなんかロボットとかで参加すれば楽かなって思いました。石黒先生のロボット初めて見てすごいびっくりして、新鮮でいつもとちょっと違ったコミュニケーションの取り方で結構ワクワクしました。ムーンショット目標は前から知っていて、でももう2050年とかもうだいぶ先の未来だと思っていたんですけど、デモとか参加して結構近づいてきているんだなと思ったり、楽しかったです。ロボットとか VTuber とかが参加してたんですけど、特に違和感はなかったです。結構問題なくコミュニケーションとか会話とかできてたと思います。みんなの意見ではこういう視点もあるんだなとか思ったり、アイディアがなんか広がっていったりして結構面白かった。石黒先生は人間を想像したものは大抵叶えている、想像力が科学技術を生み出していると言っていて、未来を想像していてすごく楽しかった。私も研究者になって未来を作る側の人間になりたいと思いました。